若いスプリングボックのストッティングストッティング、プロンキング、またはプロンギングは特にワゼルに見られる4本足をすべて地面から離して空中に跳ね出す四足動物の行動を。この行動中一斉にすべての足が地面から離れる。通常、足は比較的しっかりと保持されており頭部を下に向けこう描くように背中を丸める。 ストッティングには多くの説があり、エビデンスがあるいくつかの説では、捕食者に対して追いかける価値がないことを示す正直なシグナルとされる。ストットは、スコットランドが及びイングランド北部方言の動詞で、跳ねる、または跳ねながら歩くを意味し、ボールが壁から跳ね返ったり、雨粒が舗装から跳ね返るようなことを表す際に使われる言葉である。プロンキングは、 アフリカンス語で、見せびらかす、孤辞するなどの意味を持つプロンクから来ており、英語でのプランスと語源を同じくする。ストッティングは、北米では、ミュールジカ、プロングホーン、コロンビアオグロジカを含むいくつかのシカ種が、捕食者の脅威を感じた時に発生する。また、アフリカでは、トムソンガゼルや、スプリングボックを含む、様々なナウヒズメ類が行う。ストッティングは、 羊などに代表される、飼育家の家畜にも発生するが、大抵の場合まだ幼年の動物のみが行う。ストッティングにより捕食される側の動物はより、発見されやすくなり、逃走に使える時間とエネルギーを消費する。したがって、ストッティングは、この動作を行う動物たちに、必ず何かの利益があるはずだと仮定される。次に番号を上げて解説可能なストッティングの仮説を、 記載する。ストッティングはおそらく、素早い逃げ足や、障害物を飛び越えるより良い行動である。しかしながら、トムゾンガゼルにおいて捕食者がおおよそ40メートル以下に近づいた時に、ストッティングを行わないことからまではない。対待ち伏せ行動である。背の高い草原に住む動物が空中に跳躍することで、潜んでいるであろう。捕食者を発見する行動。警告信号である。 群れの他のメンバーに捕食者の接近による危険を知らせることにより、群れの生存率を向上させる。社会的集団行動である。ストッティングは、捕食者から逃げるにあたって、群れを作るための調整行動であり、これによって個体に対して狙いを定めることを難しくさせる。動物の健康さを表す正直な信号である。ストッティングは、 不適な獲物であることを知らせ、捕食者へ追跡を止めさせるための警告であり、追われないことで利益を得、捕食者は追跡のための無駄な時間を使わないように、この獲物を捕まえることを好まなくなる。このシグナル理論による説明は、軍選択に含まれる警告信号や社会的集団行動を無効にするものである。アモツザハビのハンディキャップ理論の実例である。ストッティングは、 捕食者へ、この動物は逃げることに適しており、もし故意にいくつかの役に立たない動作で速度を落としても逃げられるというシグナルを送る手段である。捕食者発見信号である。この信号で動物は捕食者にすでに見つけており、驚かす優位性がないことを伝える。このような信号は他の動物の種類にも多く存在する。繰り返すが、 これは正直な追跡抑止信号であり、追われない利益を得、捕食者はすでに自らを発見している獲物のために潜伏の無駄な時間を使わない利益を得る。この仮説への証明には、チーターがストッティングするガゼルに対してそれ以上の狩りを放棄するか、あるいはストッティングするガゼルを追いかけるとき、チーターは得る獲物が少ないことが挙げられる。しかしこれは、ガゼルはチーターよりもしばしばリカオンに、 ストッティングを行わないことも理由とされる。潜在的なつがいへの健康さを示すディスプレイ行動である。これは正当たプロセスではなく候補食適用である。遊びである。特に若い動物にとってこれは大人の生活への準備を手助けするものである。この仮説が指示されるのはストッティングは時に未成熟な動物の間で観察されることにある。 しかしながら、この遊び仮説に対しては成熟した動物が捕食者に対して行う反論がある。イギリスの進化生物学者であるジョン・メイナード・スミスは、ストッティングに対する自然な説明は、状態と闘争能力の指標であり、追いかける捕食者に対する信号であると結論付けた。また、それをハンディキャップであるように見ることは、難しいが、ただし、これが動詞である。 別のガゼルたちへの信号だとすれば別であると所見を述べた。ありがとうございます。